はい、10時を回りまして、ちょっとストリーム始まりました。ね、なんか今日はですね、私ユニット K のターキーとゲストで、あ、はいはい、ブーちゃんと申します。急遽、はい、はい、実は今日はい、病み上がりのかんちゃんが、はい、また病んでしまいましてね、大丈夫ですかね、キャンさん。ちょっと私がやっぱ日頃酷使しすぎて、たまりにたまった疲労がっていう感じだと思うんですけども、なるほど、はい、以後気をつけます今日ね、皆さんすいませんね、うちのカンの、キャラが大好きで、皆さんコメントもいただいてて、今日はお休みなんで、もうぜひともですね、応援のためにもコメントいっぱいいただきまして、リクエストをもう、ね、たくさん書きたいと思います。喋りがいまいちなので、私が、はい、ね、今日も早速いっぱいいただいております。ね、ありがとうございます。猫の大吉さんもありがとうございます、ね。まずは本当、先週ね、かけられなかったなんか曲もいっぱいあったんですけどもね、はい、ちょっとそのデータが、はい、なんて言うんだろう、もう消しちゃったので、またその新しくリクエスト募る形で、はい、先週リクエストしたけどかからなかったっていうのがあれば、はい、ぜひもう一回ですね、そうですね、この曲かけてほしいっていうのを、ありがとうございます、ツイキャスでもメールでもお待ちしてますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひ、はい、こちらサイマル放送もやっています。リスンラジオで FM ギノワンを選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国のラジオ局から九州沖縄をクリック、 FM ギノワンを選曲してください。そうすると、ね、ラジオで聞いてる形で皆さんお聞きできるということですよね。はい、なんかごめんなさい、バタバタで、もう今日もどうなるかちょっと不安ではございますが、猫の大吉さんありがとうございます。コインも、あ、4つコインが4つ、あと1つでなんかあれですよね、ツイキャスも継続してできるという、はい、大丈夫じゃ大丈夫にゃですね、ありがとうございます。皆さんのね、この、コメントの励みが、私が今日1時間を頑張っていけるかっていうものになると思いますので、よろしくお願いします。はい、ではどうしましょう。まずは、なんか一回 CM 行きます。そうですね、はい、まずは CM から。 CM です。はい、すいません。猫ひろしですさんも来てますね、ありがとうございます。すいません、もう本当に私一人でどうなることかと思ってるんですけど、ひろもうサポートいただきながら、はい、私は元気ですよ、カンが元気じゃないですね、はい、そして、猫大吉さん、コインありがとうございます。はい、大丈夫っていうお墨付きもいただいてますんで、キャプテンさんから、カンの代わりに D が何か面白いことを言いなさいって来てますよ。いいぜひそうしてほしいですね。面白すぎてカンさんが戻ってこれなくなったら、あ、はい、あそうきますかなるほど、ありがとうございます。でもリクエスト本当今日はもうね、カンの面白いことも聞けないと思いますのでガンガンねリクエストいただいて、もう片っ端からかけていきたいと思いますD の自信勝手来てますよ、はい、ね、ブースターも急遽で来ていただいてるんですけども、はい、はい、今日はとりあえず流れとしましては第3弾のですね、洋楽ということで、洋楽、はい、今日は皆さんからのリクエストいただいたものをこうコメントしながら流していこうという形なので、はい、分かりました。なんか知ってる曲がありましたら、うん、なんかそれについてまたちょっとコメントいただいて、今流れてる CM は僕が、あ、そう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 、あ、そうなんです、あ、このコマーシャルを作った、はいはい、超本人、ハッピーリードの方ですか、はい、はいはいはい、3、2、1、はい、ではでは
はもう皆さんからね温かいコメントいただきながらも、まだなんかリクエストが来てませんね。なんかじゃあ、ひょくさんなんかかけたい曲っていうのは先週、はいはい、かけてないですよね。あごめんなさい、はいはいはい、ひょくさんなんかリクエスト何で聞きたい曲洋楽で、じゃあちょっとやっぱりせっかくなんでちょっとノリがいい感じがいいですよね、うん、そうですね。そしたらアバとかどんなですか。ああいいですね。なんか踊り出しそうな感じで。そうですね。どうしよう。じゃあですね、じゃあこれでいきましょうかね。あのアバのギンミーギンミーギンミーでいきたいなと。はい、うん、じゃあまずそれで。あ、猫の大吉さんからね、母さんが病気だから母さんのためにリクエストだ、リクエストだ、あなんでアバやねんって来てますけど、あのヨーロッパの It's a final countdown が来てます。ファイナルカウントダウン、はい、大好きですからも私も。了解。新しいの来ました。来てます来てます。あのレディーガガのポーカーフェイスリクエスト来てますね、はい、ガンガン行きますよ。カンさん病気でファイナルカンタンってそれ困るな。ボサもなんか洋楽で好きなのってあるんであれば、うん、せっかくですから書きましょうよ、何かね。はい、あ、ボンジョビとか好きよね。ああ、ボンジョビいいですよね。ボンジョビの中で何が好き。ボンジョビの、そうだな、あの北酒場。え、ほら、なんだろうあれ、うわうわってやつ、なんていう題名なんだろう。うわ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 ってやつ、はい、なんだっけ、なんていう題名だっけ。あ、ボンジョビのワイルドインザストリート。そう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 、それで、あ、それじゃあボンジョビはワイルドストリート、ワイルドインダストリート。そうそうそう、あれ時々 YouTube これ見る。あ、かっこいいんだよね。かっこいいですよね。やっぱね、すごいよね、はい、ああなりたいな。ん、ああなりたいね。ああ。あ、そうそうそう、リビューオンズプレイヤーだ。ワイルドなんとかじゃないよ。あ、さっきブーさんが、うん、ここ行ったやつね。オッケー、まずはこれで。すごいいいところだね、ここね。そうなんです、景色最高なんです。すごいな。キャプテンさんって方は何でもよく知ってるんですね。ん？キャプテンさんって方。そうそう、すごいですよ。ね、すごいね。博学。うん。車のことも詳しいですよ。本当。ガンガンノリノリで。ね、うん。さんって元 DJ さんなんだ。すごい、ね、そうなんですか。いやー、その事実は僕初めて知りました。え、大工で重機屋さんじゃないんだ、DJ ってね。
すごいね、キャプテンさんって。すごいんですよ。詳しいわけだな、それはな。父ちゃん、普通だね。ここがかんです。もうガンガン今日書きますよ。もうあの私の面白いことに喋れるよね。皆さんコメントで、はい、はい、アパを聞いていただきましたね。でどんどん今ね、ありがとうございます。缶のためにということでね、たくさんリクエストいただいておりまして、ではでは早速かけていきましょうね、はい、こちらの方はファイナルカウントダウン、ヨーロッパのね、 It's a final countdown ってやつですよね。これをまずはお聞きいただいてから、すごいですよね、これ。結構キャプテンさん元 DJ らしいです。おお。メール来てるんですけど見れます？そちらで。あ、方は大丈夫です。これだとほぼ同じなんですけど、はい、上の方の、はい、Gmail、 これ開くんでしたっけ？ああ、これじゃないな、ちょっとやっていただいてよろしいですか？私、失礼します。あ、かっこいいな、これ、ああ、こっちか、はい、あ、ちょっと、あ、こっちじゃない、もう一つの、もう一つの、あ、最後の3つです。一応同じ方なんですけど、はい、どうしよう、リクエスト、松本梨香さんのスープってあるんですけど、はい、今日洋楽なんですよね。って悩みどころですね。はい、一応曲自体は準備できてはいるんですけど、流すか流さないかも。そうですよね。でも今日やっぱり洋楽なので、はい、じゃあ一応紹介して、そうですね、はい、紹介してあげた方が、そうですよね。これどうしよう、名前はどう紹介したらいいの？これなんて、ナンシーさん、ナンシーさんですか？はい、ナンシーさん、ラジオネームナンシーさんですね。一応じゃあこれ終わりましたら紹介しましょうか、はい、またこのテーマに合った時に、ね、同じ曲を私ださいっていうの、うん、はい、はい、と書き留めておきます。はい。戻すには、上のタブの、はい、FM 技能1っていう書いてあるところ、あ、これでいいのかな。
あ、違うな。あ、そこでやるんですね。え、それ下？下にタブが3つぐらい出てると思うんですけど。すいません。変なとこ触りました。大丈夫です。そのこちらをやれば。あ、はい、はいはい。こちらです。先ほどのメールにはこちらで戻ります。あ、はい。これ右左で。じゃあ今は、こちら側。とりあえずメール、ここ紹介。あ、そうですね。でも一応もう、はい、あ、OK です。じゃあちょっと、はい。富山だ。今の時期まだあれなんだ。暖房やストーブつけてるんだ。佐賀でもそうだからね。佐賀の山の上なんか。富山なんて寒いでしょうね。これ全部読んだからね。あ、本当だ。これでランシーさんだったんだね。うん、じゃあそろそろ曲終わりなんですけど、はい、一度マイク上げて次あの紹介してもらって、はい、でその次曲別の曲に行きましょう。はい、ではマイク上げます。はい、猫の大地様のねリクエストで、ヨーロッパのファイナルカウントダウンでした。でなんかこれノリが良くて私も大好きなんですけどもね、今ここでですね、富山の方からねコメントいただきまして、これはラジオネームがナンシーさん、ね、はじめまして、富山県からリスンラジオで聞いてます。ありがとうございます。富山県は朝は寒くて暖房やストーブをつけています。今日はお天気も良くて日中は蒸し暑くてバタバタです。あ、バテバテですね、ごめんなさい。楽園のような沖縄に憧れます。どうでもいい話、あの世の三途の川のたもとで、ごめんなさいねちょっと今日は頑張りすぎて目がチカチカしてます。前世の記憶をなくすスープを配る何ですか、おばば、おばばをご存知でしょうか。ドキュメンタリー映画にもなった生まれ変わりの村の、うん、4ですね。最新シリーズの本がすごくおかしいです。リクエスト、松本里香さんのスープを、スープをフジテレビのマツコデラックスさんの、アウトデラックスでも紹介されました、されていました、うん、またあの世に物やお金やいろんなものをある方法も送る方法も、あ、送るか、ごめんなさい、うん、送る方法も生まれ変わりの村4に書いてありました、うん、ラジオネームナンシーさんからいただいておりますけどもね、うん、はい、ナンシーさんごめんなさい、うん、実はあの今日はですね第3弾の洋楽なんですよ、うん、なので今日はちょっとお届けできないんですけども、うん、ちゃんと私あの書き留めておきますので、うん、次回ねあのぜひとも、松本里香さんの、スープあのおかけしたいと思いますので、今日はごめんなさい、本当にごめんなさい。でもリクエストありがとうございます、うん、ありがとうございます、はい、ではですね、続きまして、これはレディーガガのポーカーフェイスがね、リクエスト来てますのでね、はい、ぜひこちらの方まずお聞きいただいてからまたコメントしたいと思います、はい、専用機でここから入ってくる、こっちから、こっちから、こっちから、多分短いバージョンかもしれないです、このポーカーフェイス。リミックスバージョン。リミックスバージョンですか。はい、ちょっと1分ちょいで終わります。はい。これを戻すにはどうするんでした？です。ここ、そのまま、うん。はい、クリックしていただいて。ここでいいんですか？はい、あ、OK です。はい。はい、で、私は、あ、ちょっと短さが。花火をいただいて、母さんは星になりましたって言われちゃった。受けるよ。ちょっと待ちください。うん、あ、じゃあそろそろ曲終わりなんで、はい、マイクあげます。はい。はい、なんか短いですね。なんかリミックスバージョンらしいです。ああ、そうなんですね。
それ満足いただけたんだったこれって一瞬だったのトイレとか行ってたらもう聞き逃してますねですよね申し訳ないですじゃあなんか長いバージョンもまたなんかね、はい、次回じゃあごめんなさい今ちょっと私今余裕がないので次すぐ、はい、あの行っても大丈夫ですかボンジョビ、はい、ボンジョビのワイルドインザストリートワイルドインザストリートはい、はい、ぜひねちょっとよ余裕がないんですごめんなさい本当に、キャプテンさんからかでしょ、さっきのレディーガガはどなたのリクエストだったかちょっと待ってよレディーガガは多分ブルガリさんじゃないかブルガリさんですねブルガリさんですねはいはいはいそうだあ、ブさんはあのあれしますボンジョビのリビングあリビングオンアプレイヤーリビングオンアプレイヤーはい、はい、これはそうそう後で書きましょうかちょっと連続であるなので4、5、6、うんちょっと待ってよ、はい、あ、いいですブルガリさんのになるのかなハートビートこれドン・ジョンソンですかね。ね。ドン・ジョンソンも多分大丈夫。ちょっと探してみます。こっちにないので。ハートビートでした。これは、ブルガリさん。今はワールドインザでしょ。そしてザ。もう猫大吉さん最高だよね。ザ・ファイナル・カンガ・ダウンって楽しいな。トイレも洋式やってお願いですよ家にしないでくださいよ蚊の病気を じゃあそろそろ終わりなんで、はい次何するんでしたっけありましたハートビートハートビート今ちょっとこっち終わったら探しますこれすぐ終わったらハートビートいきますいやリビングはあはいいきますよねじゃあとりあえずじゃあリビングは行きましょうかはい、はい、じゃあマイク上げます、ね、はいはいねお聞きいただきました、ただいまのはキャプテンさんのねリクエストでバンジョビのワイルドインザストリートでしたねもう本当にありがとうございます。缶が欲しいになったら困るんですけど、で、缶、なんか面白いこといっぱい言っていただいてるんで、なんかあの、鼻水垂らしながら缶も泣いて喜ぶんじゃないかと。ね、ありがとうございます。きっとね、こう、なんて言うんでしょうか。あとで、今頃寝てるかもしれない缶のために、
私いっぱいコメントあの聞かせて、あ、ちょ見ればいいんですよね、これをね、後でね。よし、まあ、ありがたいね、の皆さんからのメッセージをちゃんと伝えますのでね、はい、ではあの大丈夫ですか、はい、うん、じゃあまずはあの今日のね、あのゲストに来ていただいたブーさんの、はいはい、やっぱ先ほどのね、はい、ボンジョビのですね、うん、あのリビングオンアプレイヤーでしたっけ、はい、ね、うん、これをまずはちょっとお聞きいただきながら、はい、マイケル・フォーチュナティ、マイケル・フォーチュー、私は今日はなんか頭が働かん、ハートビートありました、ありました、よかったです、じゃあ、せっかくのリクエストなのかね、マイケル・フォーチュナティのギブミアップ、面白いな。キャプテンさんもありがとうございます、カンがねあの休みでもう僕は悲しみを抑えてポッカーフェイスって書かれてるのかな感謝感激、はい、でも猫のヘクさん星にしないでくださいよ星になったら帰ってこれないもんね死ぬ気です、なんかあのブーさんもなんか分かることがあったらなんかコメントしてくださいね、うん、あのどんどん突っ込んできていいですよ、いいですか、はい、突っ込んでいいですよ、遠慮してるんですけど、いやいや遠慮しなくていいですよあのなんか分かることがあったらなんかコメントいただいて、はいはい、どこだったかな、母さん天国で涙流して喜んでるのじゃあって猫の泣きさん、あくまで缶をあの上に貸したいような気がするまあ、大吉さんがおっしゃるから缶は喜ぶと思います、メール来てますね、あ、来てます、はい、さっきの、ここでよかったのかな、うん、ここでいいんですよね、そこそこそこ、うん、じゃあ曲終わりなので、とりあえずはい、マイクありますね、はい、はい、ただのお聴きいただいたのもボンジョビのね、ブーさんのリクエストでしたね、うん、はいはい、ありがとうございます、はい、ではでは、うん、今なんかメッセージがまた来てるようではあるんですが、うん、どちらかでしょう、うん、あ、ごめんなさい、はい、
これどなたなんだろうね。あ、先ほどの方。先ほどの方ですね。うん、はい、じゃあちょっと後でこれあれをしまして、はい、ブルガリさんのね、先ほどのリクエストのハートビート、はい、ね、準備できてるようですから、はい、まずはお届けしてからにしましょうね。はい。頑張ってくださいで、ね、これ順番とかなんだろう。ああ。いや、私が一人で頑張れるかなっておっしゃって言ったから、最後まで頑張ってっていう励ましをいただいてるようなので、ありがとうございます。お名前ラス、ラスザサ、ラス、ラス吉さん。ラス吉さん。おお、ありがとうございます。これお呼びしないといけないんだね。はい、呼びます、呼びます。ちょっとお待ちくださいね。マイケル・ジャクソンの一つ前のメールの、はい、コカニというデュオの悟りっていう曲は一応準備できてます、はい、あ、オッケーオッケー、はい、じゃあ今次に書きましょうか、はい、これをかけてで、はい、マイケル・ジャクソンの何でした？あ、ブラック&ホワイト、ブラック&ファイト、ブラック&ファイト、はい、あ、さっきの、ん？あ、いい、ちょっといいですか？はい、戻していただいて、この、これだった、うん、あ、ラスキッチさん、ラスキッチさんのは OK です。他にもあるんですか？これだけですよね、今、リクエストが。ほんの、ナッシーさん、あ、先ほどのとか。そうですね、これは OK です。これはないね、戻しましょうね。ちょっとリクエストみたいにするかなか、はい、すいません、ありがとうございます。さっき見たかったのだったかな。あ、死になったけどな。お、コンセプト。そうです。あ、大丈夫かお前。顔白いよ、大丈夫ね。もうね、ねえ、猫の大工さんが星になるって言うからさ、キャプテンさん頑張ってきた。俺先週したことになってるんだ。いやいやいや、星って天国で涙流してるはずっていうコメントいただいてるから、皆さんねえ、いっぱい心配して来ちゃいましたよね。熱下がったね。熱下がった、分からん、測って見てたら大丈夫かと思ってきた。あ、生き返った。生き返りました。大吉さんがさ、星になった。そうそうそう、で、花粉もいただいて。まだ死んでない、心の中で生きてる。しんどりやん、それな。母さん、生還。どうも、お疲れ様でございます。ありがとうございます。キャプテンさん、大吉さん、ブルガリさん、富山のナッシーさん、ナッシーさんで、またね、新しくね、ラスキチさんなんかコメントいただいて、ラスキチさんもそうだし、ね、マッタッキさんも来てたんじゃない？サマンサフォックスですって。あー、そうだそうだね、うん、マッタッキイサオさん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、あて熱あるじゃん。熱はありますよ。熱なかったら死んでますよ。それは大変だ。一応 CM 行った？いや、CM まだ行ってないですね、そういえば。じゃあどうします？この曲終わった後 CM 行きます。そうですね、はい。ブーさん真ん中がいいんじゃないですか？いやいや、なるほど。いやいや、メインですからね。とんでもないです、なんか、今日せっかく来ていただいたのに全く触れられませんみたいな。いやいや、さっきからいっぱい喋ってます。あ、ほんとでさ、いや、喋ってないんだけど、私がいっぱいいっぱいだからさ、ブーさんが振り切れんわけよ。ブーさん突っ込んできてって言ってるんだけど。そうそうそう、ごめんなさい。メール送ったんだけど、気づかないんだろうなと思って。もう全然、全然。ブーさん、こんな感じなんですけど、たまに遊びに来ていただけますか？そうそうそう。今日だから何の説明もせずに、あ、私一人だからもうどうしようかな、もう行かんとこうかなって言ったら、自分が行ってあげようかって言うから、それはお父さん行ってあげようかなって言うの。感謝感激、雨あられ。ごめんね、はい、関西の永遠にいい人だったな。そうそう、これがちょっとね、今探しきれなくて、どこに行ったのかな。マイケル・ドン・ジョンソンとかずっとまだ、マイケル・ポーチュナイティ、ギミアップ、ギミアップ、これを、そうそう、これをこっち書いてほしいよ。書いて、これをかけたい。
ローチマイティーン気分になったこれ、猫大吉さんだよ猫大吉さんのこの後のリクエスト、うん、どこまで行った今これかけて、うん、あ、まあ、うん、これもかけたあ、かけたかけたかけたマジで終わっちゃったんだ、これそうだから今、うん、どんどんさんレディーガガ行ったでしょ行った行ったハートビートも行ったはい行った終わったハートビート今かけたやつですかですよね、はい、で次がじゃこれギブミアップギブミアップでした次は何でしたサトリあさっきのねはいごめんちょっとここにじゃあサトリサトリコカニーっていうアーティストのサトリーですね日系カナダ人デュオオカミコカニーあ、コカニーの2ですねコカニーというアーティストのサトリという曲ですねすみませんちょっと病んでますんでで、その次どうしますあの、マイケル・ジャクソンのブラック・エンド・ファイト、はい、マイケル・フォーチュナイト・ギミニアとかけたのかあの、ダキさんのギミニアップは先にかけましょうかねマイケルの前に、はいはい、ここでも流れてるよね流しますびっくりだびっくりじゃあ、そろそろ5秒前だはいはい、ここにかけまーす2、1はい、正解しました正解しましたガンガン正解しましたなんか、私一人でどうなることやらってね、寝込んでたのも寝れなかったんでしょ寝れませんでしたね、はい、先ほど のメールを読んでる姿を見てはこれはダメだと思ってやばいと思ってもう私、目もしょぼしょぼでさどうしようって思ったんだけどさ、ね、よかったよ、はいすいませんで、ね、もうほらいい人だったのにって言われながらさそうですよもう星になったんですよ一回一回は星になったんですで流れ星になって降りてきたわけねそうなんですよ流れてきました、ね、ロマンチック、はい、ということでね、はい、次は次ははいどなたのリクエストを行くんですかねうんコカニサトリサトリさんからですよねさんからサトリさんからサトリさんか。ナンシーさんね。ナンシーさんナンシーさんあのリクエストかあのまたあれ変えていただいたんですね。そうありがとうございます。はいということで次はナンシーさんのリクエストコカニでサトリ。もうバタバタだしなんでし見えないしみたいな。おかげでありがとうございます皆さん頑張っていただいてるんだけど本当に もう今日私あのまともなコメントできんから皆さんどんどんいただいてもう片っ端から曲流そうかなと思ってたうんうんうん私よくカバーしてたね女性2人もでもありがとうございます、ね、本当ありがとうございます、はい、大吉さんもキャプテンさんも、うんでも皆さん頑張ってねリクエストいただいてて嬉しいよ。本当ですよ嬉しいですよ。うん、というかっての星になったりさ、天国でなんか涙流したりとかさ、そう先生してたね、いい人だったなって言われたりさ、うんうん、なかなか生きてるうちには言われないよ。いや本当ですよなんか性戦争してるのもらってるからね。絡んでくださいお願いですから。せっかく来ていただいたのに。あのねいつもねあの沖縄のねブルースあの。ブーちゃん、ね、くしゃくしゃ、ありがとうございますね。で、あの CM の時も、はい、これブーさんが作ったんですけどねっていう。そう、いつも話はしてるんだよね。そのブーさんです。あはい、皆さん、そのブーさんです。そのブーさんです。私がそうです。悪ですよ、こう見えて。そう、この間、何でした？寝る前に、うん、寝る前にアイスクリーム食った。うん、で悪でしょ、うん、歯磨かないで寝た。そうそう、歯を磨かずに寝た悪。うん、最悪。極悪非道。会計は。うん、会計は。あ、花火いただいてありがとうございます。綺麗だね。よかったね、ほら。綺麗だよ。玉屋だよ。はい。いつもありがとうございます。ナンシーさんからありがとうございますメールが来てます。あ、そうですか。ありがとうございます。ナンシーさん、ごめんなさい。私の中ね。うん、一番多いです。ああ、そういうことね。はいはい。ああ、そうなんだ。なんかかっこいいな、ジャケット。
はあ、俺のセバスチャン・バックのいいバンド。これです。ラジオネームナッシュ。ナッシュさんですね。なんか、このジャケット両方。これです。ジャケット、え、なんで持ってんの？あ、なんで持ってんですか？ありがとう、買おうと思ってたのに。あ、そうなんだ。でも本当に日本人ですね。はい、日系カナダ人。この人はただのモデルじゃないですか。あ、そうなんだ。もしかしたら。日系二人って言ってるので。うんうんうん。そういうことなんです。あ、キャプテンさんなんかすぐ反応してたね。ありがとうございます。すごいね。メール、これの次のメールは俺は見れない。まあ、リーさん。ひろきさん、母さんいない時も D は相変わらずマイペースだったけどな。まあそんなもんですよ。でも私面白いこと言えないしどうしようかなと思ってたわけさ。いや面白かったよ。私が慌てふためいてるのが面白かったんでしょ。面白いこと言ってるからっていうことじゃないでしょ。いや面白かった。もうね、お花もいっぱいいただいてるし。本当ですよ。お菓子もいただいてるし。あ、J の D。 どんな時も変わらない。うん、でもこれいい曲ですね。ん、いい曲ですね。うん、あ、大吉さんがクラッカーいただきました。ありがとうございます。今日もっと面白いこと言え。は？いなかったら面白いこと言えって。あんたひどいこと言うね。母さん、過労ですか？そう。ちょっと私が酷使しました。いや、多分ね、日頃の行いが悪いせいだと思います。まあ、退院してからはね、あんまりね、仕事という仕事はまともにやってませんから、ね、してないね、うん。とりあえず給与してもらってるのに関わらず、ね、やっぱ心の行いが悪いな。そうですね、うん、まあ、そういうことらしいです。これとこれとがまだもん、ドミノのプレイヤーやってみましょう。セバスチャン・バックの2番目。あ、では、はい、じゃあマイクあげます。はい、はい。はい、ナンシーさんのリクエストでコカニ・サトリ、はい、聞きいただきました。いいね、やっぱ安定してるね。誰がですか？ D が。 D は安定してますよ。D は安定ですよ。はい、何が起きても大丈夫です。何が起きても大丈夫って何なんだっていう話ですけどね。はい、でね、まだまだリクエストいただいてますんで ね、ここで2曲もう続けてお聴きいただきましょうか。そうだね、時間もないことだし ね、うん、マイケル・フォーチュナイティ・ギブ・ミー・アップとマイケル・ジャクソン、ブラック・アンド・ホワイト。モノマネ得意なんですか？モノマネ得意なんですか？いやいやいや、どこじゃない。あ、そうですか。キャプテン情報。いやいやいや、キャプテンさん情報。これあれみたいですよ、ね、お決まりというかみたいですよ。 D はこんな時面白い一発芸があります。いじってやってください。そうなんですか。なんだろうなんだろうなんだろう、気になるな、気になる気になる。なんだろう、一発芸。ボさん一発芸ございますか？は、一発芸。振るとこ違うだろ。ボさんちょっと強めに D に言ってやってくださいよ。お前なんかあるんだろう。油断してる人を突っ込むとさ、面白いさ。あんたひどい人だね。私は今日ずっと油断しすぎだからさ。ファイナルカウントダウン来ましたね。来たね。来ましたね。日頃私大好きだよね。しばらく僕の携帯の着信音でしたね。そう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 、
ケリー側は本人が来たんですか。本人来たらいいねって話をしながら、だから専用機でここから入ってくるとかさ、選手の続き、ね、そうですよね。来る時のあれは決まってますからね、うん、ここから入ってくる、ここから来る、登場、帰りはみんなで一緒に帰ってくる。綺麗にもう何物語っちゃったらできなくなります、それ。ああ、そうか、その時はここ開くようにしようけど表の方が何もないから、うん、確かにそうなんだ。キャプテンさん、それどうなんでしょうね、映像的に何ものですよラジオとしてはどうなのかなツイキャスストリームを見てる人は大丈夫だね。そうだねいやね、あのブーさん、うん、こう皆さんからリクエストいただいたら、うん、日頃自分たちも好きだなと思ってるけど、うん、なかなかほら機会がない。そう ね, ね、うん、いっぱいあの、ね、うん、好きだと思っててもやっぱり特に好きなのを聞いてしまうから、うん、だからこういう時に皆さんからリクエストいただいたらいいよねってね、うん、日頃自分たちがなかなか聞かない素敵な曲が聴けて、うん、もう一曲ぐらいなんか、うん、ないですか。いや時間大丈夫よ。いや、もうね、あとね、あと一曲しかないから今。そうなんですね。せっかく時間大丈夫なの。ええ、せっかくも今日。ないだないだ。ロック？ロック。いやいや、洋楽です。洋楽。洋楽。洋楽好きなの。クラプトンにしかならないよ。ああ。クラプトン来ましたか。クラプトンに来ますか。こと何が、いや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 、何でもいいし、何でも言ってくれると困るんだよね。クラプトンといえば、クラプトンといえばおじさん、何なんだろう。おい、でもさ、やっぱりあの彼女の方がね、新しい名言もあるのかな。子供の方がね、私、あ、何でも新しい名言、続けてクラプトンの相手いきます。はい、新しくなくていいですよね。なるほど、はい、もうだって今80年代、90年代ですね。あ、そう、うん、そうか、多いでしょう。ティアーズヘブンもいいけど、それよりはやっぱり彼女の歌がいいんだよ、うん、で、そこもブーさんに決めてもらったり。あ、そう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 、ブーさん好きなのもいいの。でもほら、アンプラグドになっちゃうから、ちょっとそれやめといた方がいいよね。あー、そっか、うん、今日はな、そっかそっか。で、それこそクリームとかあったらアイスクリーム食べて歯磨かったな。クリームは大丈夫です。あるかもしれないですよ。なになに、なに、あの、題名がわからないんだよね。ああ。一回はわかるけどね。ああ。キャプテンさんだったら題名わかるかもしれないですよ。ブーさんが歌えば。まあ、なるほど。キャプテンスローだったもんね。はい。うん。大吉さんは D の顔わからないんですか。じゃあちょっと回してみる。わからないというよりも、ただ単に遠藤和樹の真似がわからない。その顔が見たいだけは。そうか、そうか。D。キャプテンさん、クリームの曲、なんか代表的なのでありますか。それこそソレイラ、ソレイラ、クリームのレイラがあるよ。あ、クリームのレイラが、あれクリーム一座にやったの、今アンプラグドでやってるだけだ。ああ、そうなんですね、うん、あ、じゃあ、あ、じゃあレイラ行きましょうか、うん、ガシャガシャのやつだ。レイラって誰、クラプトンの、うん、だいぶクリームとかあるのかな、ないんじゃない、大丈夫ですか。ありますか。普通のスタンダードじゃなくて、クリームでレイラ、クリームでレイラ、あ、クリームがカバーしてるってこと。違う違う、クラプトンは昔クリームっていうバンドを組んでて、 あ、それ知らなかった。ドミノスっていうバンドの次に組んだのがそれで、はあ、そこでレイラができたんだけど、お、今アンプラグドであのガシガシのクリームバンドをアプリでクラプトンのレイラの
しかないですか。それじゃないな。しかないです。プラクトいましたいましたいました。なんだ。プラクト。赤くなりますよ。やっと一曲。それをお願いしたいんですけど、クリームはないんですよね。ないです。ないですね。なんかないかな。プラクトン食べたい。このテンポだからね。今のプラクトンは遅くなっちゃう。でもレイラ好きです。そろそろ曲かけますもん。とりあえず。じゃあ、バンジョビのバッドメディシン、もう BGM から流して。あ、ちょっと待って、間に合わないな。いいです、言うたくしときます。ね。はい。はい、はいね。ということで、今日も残り時間4分30秒。はい。となりましたけど。カウントダウンしていきますね。うん。テリリ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 リ。今日ね、すいません、もうちょっといろいろとバタバタで申し訳ありませんでしたけれどもね。でもちょっと赤みが出てきた感じ。そうですか。うん、熱が出てきたのかもしれない。私もしかしてさ本人お家で寝てるのに、うん、っていうのがあるじゃないですか、うん、来たのかなと思っちゃう。あ、違うのか。さっきのね、青白かったから、さ、顔スープじゃないですけど、ね、だから星になったのかなとかさ、まあ、やばいよね。星になったのいいんだけどさ。どうせもね、今日はゲストありがとうございました。ありがとうございます。ただ、はい、一曲も演奏させずに。いえいえ、全然全然。次回ね、次回は、いやもう、はい、ぜひもうここでブーさんのライブやってください。ライブ、そうありがとうございます、ね、ライブライブ。その時またね、皆さんからのリクエストもね、受け付けて、これできますかみたいなね。うんですね、はい、多分ね、ブーさんが全部却下していくと思います。ね、そんな感じで。ギター一本でホテルカリフォルニアとかね、いいですね。そういうリクエストもライブで一回ありました。却下。丁重にお答えします。歌いっぱいでカリフォルニアはできる、ホテルカリフォルニアは無理だから。しかも歌えみたいな、ね、歌えみたいな。素晴らしいですね。わからないっていうのは強いですね。大変な話です。ということでね、今日は、はい、今日のホットストリームはですね、最後はボンジョビのバッドメディシンを聞きながらお別れしたいと思います、はい、けれども、いつも通りもキャプテンさん、この大吉さん、ブルガリさん、ありがとうございます。そしてナンシーさん、ラスキチさん、あと、マタキミサオさん、コメントありがとうございました。ありがとうございます。来週もまたよろしくお願いいたします。はい、はい、今日感謝です。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんの声です。いやいや、もう私がどうにか。何もできませんでした。とんでもないですよ。ここにいるだけで。いるだけで、いるだけでこれだけ心強いっていうのもすごいよね。私がいっぱいいっぱいだから、坊さん絡んできてって言ってもさ、もうなんか、ふぶるあれがないわけよ。あ、はっちゃん、ありがとうございます。皆さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。来週よろしくお願いします。あ、来週の、来週のテーマ、テーマ決めてない。誰で決めんかったの。誰ね。お前だよ。来週のテーマは、来週のテーマは、来週のテーマ、皆さん、あ、花火上がって